キャンディス・スワン・ポールは、南アフリカ共和国出身の女性ファッションモデル。ビクトリアズ・シークレットの仕事から著名。ビクトリアズ・シークレット・エンジェルズ。他、ベルサーチやトム・フォードなどのファッションブランドのイメージモデル。ジバンシーやフェンディなどのファッションブランドのショー。並びに、ボーグやエルなどの雑誌の表紙への登場など様々な仕事をこなしてきた。 南アフリカ共和国のクワズール・ナタール州に出生15歳の時、ダーバンの飲みの位置で、モデルのスカウトによって見出された。16歳で、1日の働きにして4万南アフリカランド、もしくは5000ユーロを得ていた。ナイキ、ベルサーチ、ディーゼル、ゲス、トミー・ヒルフィガー、トム・フォードの広告や、ボグ、L、GQ、ハーパース・バザー。 オーシャンドライブ米国版などの表紙に登場。2007年、2008年、2009年、2010年、2011年のビクトリアズ・シークレットをはじめとして、シャネル、ドルチェガッパーナ、フェンディ、ジバンシー、ベッチ・ジョンソン、ダイアン・フォン・ファステンバーグ、ジャン・ポール・ゴルチエなど、その他数多くのデザイナーのファッションショーの舞台を歩いた。 ランジェリーブランドのコマーシャルへの登場に加え、ロージー・ハンティントン・ホワイト、リンジー・エリンソン、エリン・ヘザートンと共に2010年、スイムカタログにおける注目すべきモデルとなった。2010年、スワネ・ポールは、ビクトリアズ・シークレット・エンジェルズの一員となる。2010年8月12日、スワン・ポールはカナダで最初となる。 ビクトリアズ・シークレットの公式な小売店をエドモントンのエースとエドモントン・モールで開いた。毎年恒例となる FHMC の世界における最もセクシーな女性100人で投票の結果第61位に選ばれた。また防具イタリア版の表紙を飾った。2010年から2011年の間にかけての推定収入は約300万ドルであり。 経済誌フォーブスによる世界のトップ収入モデルのリストにおいて第10位に初登場している。アフリカンスごとポルトガル語を流暢に操る。ブラジル人のモデルであるヘルマン・ニコリット・パリで出会った17歳の頃から交際している。2015年8月、二人は婚約を発表。2016年3月、妊娠3ヶ月であることが分かった。同じく、 ビクトリア・シークレットのエンジェルにあたるベハティ・プリンス・ルーやロージ・ー・ハンティントン・ホワイトと仲が良い。両方にニップル・ピアスがある。ありがとうございます。